今回のテーマは糖質と炭水化物の違いとはです。李先生、よろしくお願いします。はい、お願いします。今回のテーマであるこの糖質と炭水化物についてなんですけども、はい、なんかこう我々一般人から見ると似てるというかほぼ一緒のようなものじゃないかと。まあ違いわからないですよね。正直わからないですね、うんうんうん、それって明確な違いとか何かあるんですか？そうですね、まずあの栄養成分表を思い浮かべてほしいんですけども、まあ、その時に大体5項目必ず表示しなくちゃいけないんですよ。で、炭水化物っていう書いてる時と、はい、糖質とあとは食物繊維って分かれてる時があるんですね、でこの違いっていうのは糖質と炭水化物っていうのは糖質プラス食物繊維が炭水化物。なるほどなるほど、うん、だからあの栄養成分表で細かく分けてるとかだと糖質とこう食物繊維って分けてるんですけども、まあ、それは炭水化物ですよっていうことですね。そういった時はあ、そういうことなんですね、うん、意外とシンプルでしたね。そうですね。で、なんでよく言うじゃないですか、こう糖質取っちゃダメですよみたいな。うん、であとこれもあるかな、あの糖質よりも炭水化物を取ってくださいっていうのがあると思うんですよ。これは食物繊維があることによって、はい、あの吸収がゆっくりになるんで、あの血糖値が上がるスピードがゆっくりになるんですね。あ、はいはいはい、で糖質の方があの食物繊維がない分急に血糖値が上がるので、まあ、脂肪がつきやすい状態になってしまうと。だから、まあ、糖質ではなくて炭水化物が推奨されるっていうわけですね。へえ。中にはですね、はい、あの糖質でも、はい、あの血糖値が上がらないものもあるんですよ、うん、だからそういったもので、まあ、糖質甘いものを取ってもらう分には、はい、実は、まあ、カロリーもなくあとは血糖値も上昇してっていうものもあるので、あ、そうよく甘味料とかそうですよね。ああ、なるほど、うん、最近多いですよね、そういうなんか。そうですね、甘味料。私なんかもやっぱりあの減量中甘い食べたい時なんかは、まあ、そういったものをうまく使いながらやってますよね。へえ。あ、シンプルに考えたら炭水化物の方がなんか安心して取れるんじゃないかって、まあ取れ、まあそうですね、やり方次第っていうか目的次第ですけど、うんうんうん、だから何か急にエネルギーが必要な時ってあるじゃないですか、糖質とか、はい、そういう時は糖質の方がいいんですよ。なるほど。だからね、あのスポーツリンクだったりとか、まあ、そういったものが使った方がいいんですけれども、まあ、基本的な食事でダイエットでやるんであれば、はい、糖質よりも、まあ、炭水化物でエネルギーを取った方がいいですね。あ、なるほど、うん、明確に分かりましたね、今回この2つ。そうですね、意外とこう違いって分かんないところですよね。ちょっとなんかもやもやしてた部分でもありましたので、うんうん、はい、分かりました。李先生、今回もありがとうございました。はい、ありがとうございました。最後まで私の動画を見ていただきありがとうございます。このビデオでは筋肉を作るためのバルクアップ法、もうしっかりと筋肉つけていきましょう。そしてボディメイクのためのダイエット法、ウエスト引き絞っていきます。もうこういった情報をじゃんじゃん公開していきたいと思います。もう気になる方はですね、私のこの動画を更新するたびに連絡がいきますように、もう胸のこのチャンネル登録ボタン、こちらを今すぐクリックしてください。よろしくお願いいたします。もう合わせて下の概要欄ですね、下にあります、こちらにメルマガ登録のボタンもご準備してますので、こちらもご登録お願いいたします。もうちびりぶと言われたこのビースト村山がですね、全ての情報を投げ出してこのビデオを公開していきたいと思いますので、今後もぜひよろしくお願いいたします。